はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病と予防生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいましょうに頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。あとね、この動画がね、より多くの方に届きますように願っております。はい、やっと喋れました。やっと喋れた、嬉しいね。やっとね、今酸素のチューブをつけてるんですけども、ボンベをこのガラガラに引いてきて、今談話室に来ております。ね、見た目大変そうなんですけどね、でもほんまになんかこう感じてることは大したことないんですよね。もうやっと声を出せる環境になりましたよ。いや辛かったほんまに。何から話しましょうかね。あ、そうそう、あれですよ、月曜日ね、6月10日の月曜日にね、夕方6時半、忘れもしません。あの時の状況がね、よう考えたらどんだけ過酷やったかね。ねえ、もうほんまにその前の土曜日と日曜日はね、熱が出ておかしいなってこうね、もうただただ鼻水のすごいやつとちゃうかなって思ってたかもし思ってたんですけどもね、まあ、そういう悪い予感は的中するもんでね、まあ、その月曜日の夕方6時半にね、また熱を測ったら 38.9 度でね、もうこれはおかしいなと思った僕はね、さっきはこう左の脇で測ったんですけどね、この右の脇で測り直してね、またこう見たら 38.5 度やったからね、もうこれはもうほんまにあかんわと思ったからね、もう奥さんに言うたんですよね、僕はね、あかんわ、もう病院電話するってね。そして、まあ、その携帯電話で電話をしまして、し始めましてね、15コールぐらい待ったんですかね、出ないんですよね。いや出てよこういう時やでんからってね思ったんですけども、でも3分の経てへんうちにもう一回こうかけ直そうと思ってかけ直したらね、もう無事繋がりましてね、何々病院です、あ、もしもし LTFU 外来につないでほしいんですけども、何外来ですか、あ、 LTFU 外来ですって、あのすいません、日本語で言うとどのように、ほう、そう来たかと思ってね、いつもは血液内科を受診してるんですけど、外来の看護師さんがね、普段の生活などにおいてアドバイスをくれたり、質問や疑問に対応してくれるのが LTFU 外来って言うんですけども、ご存知ですかって聞いたら、あ、大変申し訳ございません、すべての外来の電話受付は夕方5時半までとなっておりまして、ほら、LTFU 外来の説明さすなよ。まあまあ長い説明やったぞって。一言で言われへんし、俺も。一言で説明受けてへんねん、こっちがって。あとは言ってないですけども。ほな、救急の内科の外来に繋いでもらいますかねって。はい、お待ちください。なんなん、こんなんめっちゃスムーズやんってね。この時はまだ僕は家ですから。はい、救急外来です、どうなさいました、熱が 38.9 度あって、鼻水が緑で、痰をすれば咳をすれば痰がすごくてですね、あ、こちらを受診されたことございますか、はい、6月6日に受診しました、なんなら年末まで入院してましたけども、病名は白血病です、診察カードの ID 番号と名前を、あ、ま、何番のやつですって。はい、ありがとうございます。で、どういったご病気でしょうか、どういった症状でしょうか、お前がかぶせて質問してきたから、最後まで説明できへんかってん、こっちは。で、そんな言わんと、先ほど説明した通りなんですけど、
それの対処法を、ね、聞きたいんです、まあ、例えば市販薬を使ってもいいのかとかですね、血液内科の当直につなげますね、はい、あ長いなあ、まあ、って言ってもあの、ね、この今までのやり取りの中では3分も経ってないんですよ、まあ、この待ち時間は2分でしたけども、この待ち時間2分の方がねめっちゃ長かったですけどね、もうそわそわしますからねこっちはね。お待たせしました、血液内科の当直がいなくてですね、外野の内科が空いてますのでそちらにも問い合わせますので、もうしばらくお待ちください。またお待ちください、これは1分ぐらいですけどね。あ、お待たせしました、状況の確認するために今から受診されることはできないですか。はい、行きます、車で30、40分かかります、気をつけてお越しくださいね。で、ついて血圧測って熱測ったらね40度でした、まあ、その後採血でしょ、インフルエンザ検査でしょ、尿検査、レントゲンの後、その尿検査でね、肺炎、球菌性肺炎の疑いがあるって言われて、まあね、水分補給の点滴をねこうピーって点滴やられたんですよ、まあ、今すぐ打てないですけどね、それやられながらね、右の金玉のすぐ横の動脈から血を抜かれましてですね、でそうこうしているうちに血抜かれた後にね、CT の撮影に行ってですね、で病院にこう、ね、着替えさせられて車ですね、病棟に強制連行されましたっていう、そんな一日だったんですよ初日は。もうつらかったね、もうその日で帰れると思ったんですよ。ああそんなの風邪やねって、風邪のひどい感じやねって、風邪薬出しとくわとかね言われてね帰れるかなと思ったんですけど、そうはいかんかったですね。なんせ肺炎の疑いがあるって言われたんでね、思いもよらんことになってしまったなと思ってます。大変でした、まあ、でもこれぐらいで済んでよかったなって、ね、思ってますよ本当に。これがもしこの、ね、肺の GVHD やったら本当しんどいらしいんですよ。これはね結構前から言われてるんで、しっかり手洗いうがいで予防はしてたんですけども、あのどうやらね、まあ、原因はひょっとしたらこれじゃないかなっていうのがね一つね心当たりあるものがございまして、最近こう集まってきたでしょ、めっちゃ温度、気温が高くなってきたでしょ。まあそのね、ここ1週間はぐっと寒かったりしたんですけど、その1週間前ぐらいの時って結構暑い日があったんちゃうかなってね、今日記憶にあるんですけど、その時にね、この子供をお風呂入れて、まあ、子供は水風呂じゃないですけど、この追い焚きもせずに水をジャバジャバ足してと、プールみたいな感覚で遊びながら入るようなんですよね。もうエヴァー思って、でもこれもうあってなっていいだし、これ気持ちよさそうやな、ちょっと正解なんかもしれんなこれとか思いながらね、まあ、僕は入らないですけども、あでも外出てもいつも暑いしな、ちょっと冷たいシャワーでも浴びてから出ようかなって思って、それをまあ2日か3日ぐらい続けたんですよね。ほんならその日から急に晩寒なって、それが原因かなって思いますね。ちょうどその頃から鼻ずるずるしだしてね、まあ、それをちょっとあの ER の、あその救急のね看護師さんに伝えたらね、それのまだ早いんちゃうかって言われてね、まあ、それがまあちょっと原因やったかもしれないですっていう感じでしたね。はい、そんな感じです。久しぶりにね喋れるようになったのでテンション上がって、もうちょっと喋り倒したいんですけどもね、後から編集が大変なんで、ね、ちょっとこれぐらいにしときます。またねちょっと喋り足りた分、また明日明後日にでも、ね、こんな感じで喋りに来ようと思ってますんで、またお付き合いよろしくお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画がよりたくさんの方に届きますように願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。